おはようございます。今日は簡単です。クラシックショコラです。今回ですが、こういった直径12センチの型を使ってますけども、こういった丸い型などがあれば、だいたい生地をですね、型の7割か8割ぐらいまで流し込んで焼けばきれいに焼けますので、ギリチョコ大量生産に持ってこいの勝ちです。もちろんハートの形をした型などできれいに焼くこともできますので、とても便利なお菓子です。ぜひお試しください。それでは行きましょう。では、クラシックガトーショコラを仕込んでいきます。チョコレート、60% カカオ分です。ここにバターを入れて湯煎で溶かしておきます。生クリーム、脂肪分 30% です。こちらも湯煎で温めておきます。卵黄、砂糖、卵白とグラニュー糖でメレンゲを立てていきます。それでは、チョコレートに卵を合わせていきます。ここでしっかりとチョコレートを乳化させてください。チョコレートが乳化しましたら、温めておいた生クリームを合わせます。次にここに粉類を合わせていきます。小麦粉 T45、 薄力粉で大丈夫です。カカオパウダー、で、ここにメレンゲの一部を加えて生地の重さを合わせていきます。
Thank you.